っと窓開けてもいい？桜ってすぐ散っちゃうよな。うん、はい。いや、これいいよ。染める眺め下でハグラを描くよりはファラウェイなんかね、すいません、ほりゃ行くまでウェイ3ヶ月で先終わる、歌歌わね染めいいよ、吉野が散るアジアの方、10年後も聞けるような歌詞はどこ、田舎では夢その街角の平たくやポットでのキャリアのよう、ヒゲは吐いたでも見えてね、分別いいんじゃね、人やな当てたの運でいらんよ、俺だぐさは消しとけ、10点100個さばいたぐらいでうまく乗らなきゃ望まれ終点、そこでたらふく臭め食ってその間もおりゃシャボはルーティック地面見てみりゃ桜の絨毯儚かないな。そういや桜の名前ついてるあれってんだ、桜フラスカッショダチパショの桜桜チャンスをしちゃファンボー、この中じゃみんな呼ばれる番号、けど楽して食べたいよみんな団子、今のうちにお食べなさい担当、ワルブーだけじゃシャバい、同じような曲ばかり、今もいいんじゃねかなり、ちょっと古い言葉わらびままごとの範疇ならウィーサバキャハロウィン中に、今はこういうのヤバみママにもらっとけバファリン、yeah、 俺がそいつを見てだって頭巻いて、どうせマークならいいやつそれ巻いて、閉めて燃えねえシェフとかさそりゃないです、好きなら勉強しろマジお願いです、スカフェイス見てみんなモンタナに、そういうノリかなみんなどんな感じ、バッドエンド望むんじゃ読んだらいい、俺チューよりずっとサクソンなんがいい、yeah、 サクラフラスカって外観長いの？まあ普通だね、中だったら65で外だったのが75日とか、懐かしいな。桜桜それより今はよそ見すれチャンスをしちゃファンボー、この中じゃみんな呼ばれる番号、けど楽して食べたいよみんな団子、今のうちにお食べなさい担当、おりゃこうだよ腹減ったもう桜フラスカの種って買えないんでしょう。うん、でもこれから自分で駆け足して作るんだよな、アメリカで会社でも作ってこうかな。